い、ということで今回はですね、まあ横に映ってます同級生、はい、松井大輔くんとのコラボということでよろしくお願いします。まさかの松井が YouTube デビューということでね、あれだけ堅くなに撮るなよっていう、俺もう昔からの仲なんで言ってましたけども、ね、松井のチャンネルでも出演させてもらってるので、はい、概要欄の方に貼ってありますので、皆さんね、ぜひ大丈夫YouTuber だよ。いや、そう、編集で何度でもなる、これ何度でもなる、滑舌悪いのは昔からそう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 、松井のチャンネルでも出演させてもらって、概要欄の方から皆さん今度でもあれ、うん、変わるんだよね、那須大好きチャンネルじゃなくて大輔だけ残して、大輔だけ残して松井だって33万人そのまま残ってありがとうございますで、あの今回、まあ、コラボということで、まあ、松井ってその、まあ、鹿児島実業座談会というか、はい、同級生だったしずっと3年間一緒にやってきたから、まあ、そこら辺はちょっとねお話してもらおうって思って、じゃあ俺もう抹消してんのよきつすぎて、俺はもう果実の高校時代のことは、うん、本当に朝から晩までしゃべるもう俺きついことの方が記憶に残ってるな。でもそもそもなんだけど、なんで果実に来たっていうところなの。あ、だから京都だったでしょ、選抜とかも入ってて京都からも多分あったりクラブチームからもあったりとかで、わざわざもう練習もきついとかさ有名だったじゃん、答えるのが強かったけど、うん、なんで果実来たの。いや、なんか京都のその当時の中学校の監督が、まあ、いろんなチームからオファーあると、で自分が行きたいところに体験中みたいな感じで、うん、練習じゃあ行こうか、京都さんが、うん、大阪、奈良行く、うん、東福岡、今日果実したの、うん、でも市船とかその関東もいっぱいあったんだけど、いや俺は関東行かないと、うん、なんかこうチャラチャラするのが嫌だった、うん、チャラチャラしてたの、なんでなんでか知らないけど、うん、チャラチャラすんのが多分嫌だった、うん、本当は多分静学とか行ったら面白かったかもしれないけど、ね、っぽいよね、プレースタイル。でもそうやってチームをこう行かさせてもらったの、うん、京都さんが行ってガンバ行ったら稲本君とかいて、うんうん、面白いな、うん、でもなんか面白くないな、面白いな、面白くないな、うん、どっちなんだろうで、奈良行くへ行って、うん、インパクトが残るな、自分がこう、なんていうの、勉強になる人はいないや、うんそういうイメージだね。おなんか自分より上手い選手がいた方が、あ、まあまあ刺激になるしね。で、東福岡行ったの、うん、東福岡行ったら監督がなんか、あんま県外の人好かれてないのかな、うん、あんまりこう、来てほしいっぽくないっていう、うんうん、わかんないけど裸でね、うん、裸で監督に好かれてるか好かれてないかとか分かる、分かるじゃん、分かる、なんとなく。でもいい選手はいっぱいいたし、うん、強かった、まあ、オッケーオッケーと思って最後果実に行ったの、うん、果実に行ったらなんかもう待って監督がわっしょいわっしょいおい、そうなの。そう、監督がなんかもうすごい、うん、君はもうすぐ入ってくれよ、うん、言われたから入ってマジで。でもプラス、うん、その果実の練習行った時に、うん、めちゃくちゃ厳しかったんですよ、うん、で、うん、先輩も八木君がいたり、うんうん、田辺さんいたり、うん、Jリーガーを毎年輩出してる、うん、してた。そういうのもあって厳しいところに身を置きたいなと、うん、で中学校の監督、まあ、恩師が高校はフィジカルだから、うんうんうん、フィジカルを鍛えないといけないと、うん、だから、まあ、果実はいいんじゃないかっていうふうに言われたのもある。うまさっていうか強さっていいなろ、そう、うまいのはあるけど今からはフィジカルもつけていかないといけないっていうふうに言われたんで、うん、だから果実を選んだっていうのもある。でも選んだ瞬間にもう終わったなと思ってそりゃそうよね。だからさ、あの1年の時なんかまずは走りがあるじゃない、トレーニングできないじゃん3ヶ月ぐらい、毎日走る、はい、うん、強さを身にまとうぞって言って、はい、ね、もう生きようよと。ちょっと待って、すいません、その3ヶ月経験してどうでした。いや、もう挨拶しかしてない毎日、うん、3ヶ月ずっと挨拶で、挨拶 のあれも 3.45 度、45度、さ忘れ物したらすんごいでっかい声でこんにちはそう、ブリーフを忘れました
先輩の前で言わないといけないとか衝撃的だったよね、うん、毎日がなんかもう海外に来たのかなって思って言葉も通じないしいちいちブリーフ忘れましたって報告しないといけないのかなとかさ、うん、報告が大変だったよね。先輩に言わないといけないっていう、うん、もう先輩が怖くて、うん、ずっとピクピクしてたから毎日。まあでもね、松井のチャンネルでもちょっとこう話してるんだけど、まあ、3年の、まあ、特に試合出てない人たちみたいな1年でなんかこう報告がしなかったとかだったら連帯責任でみんな空気椅子とかね、その呼ばれる代表格だった目つけられる代表格の5人ぐらいだったから、はい、1年の時にだからようやめよかったなと思って。結構やめてたじゃん。やめたね。でも本当1年の時120ぐらいいたのに、うん、1年生よね。1年生、1年生だけ。それからだん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 やめていって半分ぐらいに普通はなるんだけど、あんまやめなかったっていうのがあって、うん、その当時いた3年生は100何人入って残り本当3年生がなったら30人ぐらいだった、うん、そうだね。だそんだけ本当に大変な3年間を過ごしたし、1年の時は本当帰りたかった。毎日、いや毎日帰りたかったね、1年間。俺大丈夫だったな、そういう意味で。必死。必死だったから、いや大丈夫ってきつかったよ。下手くそだったから、有名でもなんでもないし。だから多分ちょっと感覚的には全然違ったと思って。何がきつかった、そのトレーニングが。走りもそうだし、うん、自分的には毎日、牢獄の中に入っているようなわけじゃん。まあまあ、そうね。昔中学校とか小学校って、うん、体育だったらすごい楽しい、楽しいバスケットをしたり、うん、なんかこう卓球したり、うん、そういうのある、うん、果実の体育って整列から始まるじゃん。あ、そうね、そうね、確かに右受け、右から始まっていくじゃん。軍隊なの体育って軍隊なのかな、うん、確かに。こうずっと更新して、毎日こう体育更新してもらってこのぐらいまで上げないといけないから右手をこうやってそうね、確かに。で、効果は大きな声で流されるし、うん、毎朝朝礼あるしね、学校でも。あ、でも一番きつかった、言ってなかったのは、うん、俺、通学になったやつだわ。おう、毎朝朝礼で、うん、通学の人は五輪だから、なってか、でみんな並んでるところじゃなくて橋の方に置かれてた。一番端の方にこうやられて、定額の人が3人ぐらい並ぶのに五輪でこうやってこうしたことで、1限目から6限目まで正座する、うん、正座するから、もうサッカー選手っていうか慣れないと思っちゃって、うちの親も出てきたもんね。あ、そうやったっけ。正座ちょっと、あ、でもちゃんとやりましたよ。1限目から6限目やばい、やばい、ない、ない、それはない。ここガラス張りなの、うん、後ろ先生、うん、こっちは見えない、うん、先生は見えてるから。あ、崩したりするじゃん。するする。1限目から、うん、まあ1限目2限目まではいいわ、うん、10分間の休憩もあるし、うん、こうやってる時に、うん、ちょっと立ったりとかするじゃん、うん、足痛いな、うん、パーンっつってもうこんな竹の棒みたいな生徒指導の先生が、その人教員免許持ってないから何してもいいじゃん。関係ないよ。分かる分かる分かる。柔道部の先生は、はい、そうでしたね、そうでしたね、そうでした。本当に怖くて、うん、こんな棒とか見たことない、うん、こんなもんね、漫画かよ。確かに、いや生徒指導怖かった。めちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖い。そう、本当にでも十何日間やったの。本当に修行僧になったの。しかもね、松井坊主まあ似合わない。俺も似合うか似合わないか似合わないと思うんだけど、頭ちっちゃくて顔ちっちゃくて、ね、もうめちゃめちゃ似合わない坊主がね。あとあれね、インターハイ、あ、3年生負けた、3年生の時負けてね、その時に県予選で負けた。卒アル3年生は夏取る、インターハイ負けたら責任取んないといけない、うん、全員坊主、うん、だって、はい、坊主だけど坊主足りねえと五輪だっつって、あの歯取れそう、歯取れそのままのゲッツ、さすさす、みんな五輪にして、五輪にして、でも明日卒アルの写真がある。卒アルはちょっと髪の毛伸ばしてもいいじゃないっていう思春期のことがある。だから
五輪だけはやめてくれと。でもみんな写真撮る日が近づいてくるとだんだん増えてくる。30人になり、40人になり、50人になり、全員五輪なんだ。部屋がサッカー部しかいないから、そうそうそう、サッカー部は全員五輪、うん、な俺だけ残って最後、かたくなにやっぱやりたくない、最後、かたくなに別にそれ関係ねえだろ、確かに関係ないね、別にそれで勝てるわけない最終的に、チャンマンっていう、うん、武田先生っていう、当時の監督、監督とコーチみたいな人が来て、お前コーチしないって言われて、俺はないし、うん、粘ったよ、うん、お前は全員がやってるけど、やんないから。ハハ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 ハいやもうほんとね、これもう尺持たないぐらいいろいろあるんだけど、はいはい、息子枠とかさ、やっぱあるじゃん、高校で。で、多分松尾、俺、あの松田監督の息子枠だったと思う、3年生の時は。わかんない、うん、で、俺はもうバシバシやられて、それで俺伸びるタイプだったからわかるじゃん、うん、どっちかと俺は結構言われてた、めちゃめちゃ松井そんなことなかったと思うんだけど、そうなんです、実際感じてた、その息子枠的な子。いやでもあの時そんなに監督が練習に来るってあんまなかったんだよね。そうね、まあ、だから合わない人の方が多かった、うん、で亮さんが、足立亮さんがコーチ来てて、うん、毎日亮さんがやってるっていうイメージだったから。そうだ、確かに夏からそうだね、俺たちも髪は伸ばせたし確かに息子はって感じはしなかった、うん、いや豊かはでもそうだったんです、まあ、豊かはそう、もう豊かは1個下のね、勝手に叩く、うん、先輩が厳しくやるな、プロテクト入ってた、監督のプロテクターみたいな、うん、もうボコボコにされてたもんね、そうやりながら向かっていってた、監督にパーンってやると何してんねん最後選手権準優勝、うん、押したじゃん、あの時のやっぱ松井とかの人気すごかったからね、女子高生の人気が、果実は結構人気あったんよ、前の選手だけね覚えてない、帝京に勝って国立決まった時に、あ、外に待ってんね、女子高生出待ちいいっすか、まあ、帝京のね、その応援団出待ちになって、うわーって松井とか、はい、豊かとか、はい、囲まれてっていうか、うわーかっこいいみたいな、はい、して俺とかディフェンス陣、大会とか誰でも止めてもらう。サッカーやれよ。覚えてないでしょ。あんま覚えてない。でしょ。そう、すごい人気だったんですよ。サッカー部より野球部の方が人気だったかもしれないですよ。応援団の子たちもやっぱ野球部とのつながりが多かったんだけど、その中でもまあ松井は多分女子生徒共学になってたから。応援する人は多かったと思う、野球部に近い存在だと思ってたもん、サッカーではライバルだったけど、はい、女子人気ではもう無理だった、うん、それもどうでもいいんだけど1対1、1対1ずつさ公園で待ってるとやってたんだけどさ、はい、ドリブルよ、あなたのドリブル どこでどうやって磨かれたっていうか、その今まで小学校の時とかはなんか切り返しが多かったけど、うん、一番高校が伸びたって思ってた、うん、なんでってめちゃくちゃ練習したじゃん、うん、したしためっちゃした、本当にこれでもかっていうほど練習したから、うん、血が出るような思いもしたし、うんうん、本当に血が出た人もいた高校はもう本当に濃厚だった、うん、いろんなこう動きができたのが高校だった、うん、やっぱ那須との その1対1もそうだし、やっぱ那須が一番強かったから、うん、1対1に関しては本当にナスと一体するのは楽しかったのは覚えてる、うん、公園で毎回やってる、本当に毎回、オフの時毎回やってたもんね、そうそうそう、これおちょくってくるからさ、って、はい、いいじゃん、いいよって俺が向きになって、いつも一体ちゃってるっていう、ちょっと覚えてるのは、なんかこう赤いこうやつみたいな
全然全然もう来いよ、来いよ、そうそうそう、そういうイメージで、うん、俺はやってた。そうでも本当ね、試合とか練習でも遊んでるみたいなボール扱いが真似できないけど、スペシャルワンっていうか特別な存在だった果実の異質だった。そういうタイプいなかった。でもね、なんか前に戻るけど、果実に行ったっていうのも一応見たの。いろんなその自分が3年生になった時に誰がいるのか、はいはい、ウッチーがいて、そうね、ユタカもまあ後で入ってきて、ナスイキーパーも丸かったし、うん、粒が揃ってた。あ、まあそうだ、確かに。っていうのもあって、今思えばウッチーが本当に、内田篤人じゃないの。うん、うちだ、うちの大輔っていう、うん、まあ大輔さん、大輔さんだったけど、すごいドリブラーがいた。もう消えた天才って俺、いやそうだ、ね、紹介したいぐらいに、うちのはもうすごかったね。すごいドリブルは、ドリブルマジですごい。もう切り返しなんか本当にもう止められないよね。止められない。まあ九州選抜とか同世代のその九州とかすごい有名な選手だったんだけど、九州選抜は2人いたからね。だからそれもあって果実選んだってのもある。ああそうなの。そうそう、だから割と粒は揃ってたし、うん、1対1やるのもみんな強かった。強かったね。うん、一人一人のポテンシャルすごく高かった。能力高かった。キリがないんで、はい、ね、で、あと最後、はい、下宿一緒の部屋だったんだけど、10畳に8人ぐらいで、1人1畳に布団に、はい、だから本当に一条隣が松井、うん、どうだったその下宿。言えることもあるし言えないこともいっぱいある、ね、本当に、はい、あの言えない、まあ、使え、まあ使えない、あの、まあ、トイレにねそれ言うのお前トイレにすごいね、うん、はい、もうじゃん。そうそう、あの雑誌がね、男の子を喜ばせる雑誌がブワーって積んであったの。いやいやトイレ、そうですね、ブワーって。トイレ1個しかないから上に、この貴様がね、はい、そう年頃ですから。ある時、父兄がね、来るよね、掃除に、はい、うん、したらもう、喋りたくねえよしっかり撤去してくれるゼロになったんですか。それはあれは、そう、全部撤去してくれる全部捨てられて、でまたみんな帰って帰ってきてどんどん積み上がってきてまあまあ、そういうのもありましたけど、どうだったの、そういうトータル的にお前のトータルってお前下宿生活どうだった。いやなんか1年生の時は多分上下宿だったから、ああそうだ、ね、上と下があったじゃん、うん、で1年生の時は下下宿っつっておばあちゃんがいるとこで、うん、あの過ごしてたから 3,4 人しかいなくて、自分の洗濯物は自分ですると、うん、でも上下宿の人は30人ぐらい、うん、先輩もそうだけど、うん、で1年生は夜中の3時までずっと洗濯物しないというか、うん、でそれでプラス自転車で40分か50分かけて学校まで行かないといけない、うん、そうそう、まだバイク乗れない1年生なの、うん、で、2、3年生になるとバイク乗れると。でもこの1年生の時だけはその下宿で掃除もしないといけないし、先輩もいて、うん、夜の3時まで洗濯しないといけない、うん、っていうのがあったから、もうめちゃくちゃ大変だったと思うし、そう、ね、自転車で行ってたから、うん、この自転車のね、すごいんだよ。普通は下がって、まあ、学校につけばいいけど、まあ、下がって上にもう一回上がるっていう、で最後学校の校門をくぐるときは60度ぐらいあるから、そうだそうだそうだそう、焦げないのよ、うん、みんな手で押していくんだよ、うん、そう、それが階段があるんだけど、階段もすごい急だからこうやって見上げないぐらい、見上げて、ね、うん、上がらないぐらい、そうそうそう、もうすごい急で、うん、だからもうあれ1年生で体験したら、うん、どこの会社でもやっていけるね。相当鍛えられたもん。2年生になったら洗濯物はやっぱ1年生やってくれるし、そうだね、うん、あと原付も免許取れたら取れるし、はい、で朝も自転車で行かなくてよくなるし、早く誕生日来てほしかった、ね、そうそうそう。最後にそのどうだった、じゃあ果実にいた3年間ってどういう期間、松井にとっては。いやもうでも今思えばそこがなければ今の自分はない、まあそうだね、っていうのはなすも分かってます。もう感謝でもあるけど、うん、絶対に二度と行けない本当に二度と果実の卒業生は多分、うん、みんな言うと思うけど、一緒に揃えて、うん、感謝はしてるけどもう2回はできないぞっていうことだ、ね、うん、それぐらい厳しい、うん、確かに話まだまだ本当にごくごくこれ一部で、もうごくごく1ページにしかない一
一部なんですけど、本当に尽きないので、はい、ここを話したら鹿児島実業の座談会で当時振り返りながらだったんですけど、まあ、今回コラボということで、はい、松井大輔 YouTube チャンネルを出演させてもらっているので、概要欄の方から皆さん見ていただいてってことで、松井はね、なんかそのサッカー の楽しさだったり、まあ、スキルの部分だったり、まあ、いろいろこう思ってるところってたくさんあるので、まあ、そこはそこでの魅力っていうのはぜひ視聴していただければと思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。